はいどうも、ジャンダルクです。というわけで、今回は、BO3 のフリーフォールで、来年度のね、新プロジェクトの企画の内容と、なんでね、僕がコメント返信をしてるかっていうところにちょっと、触れていきたいかなと思います。こちらの動画なんですけど、ただいまC4 でクリップ集めてます。そちらの方の、フリーフォールの動画ですので、よければ最後まで見ていってください。というわけで、新プロジェクトって言い方したらすごいかっこいいけど、単純に自分の計画というか、企画ですね。はい、目標というか、何をするかと言いますと、動画投稿をね、公開予約制にしようかなと思っております。言ったら、七日さんとおぱしさんが公開予約制なんですけど、何時にしっかりと投稿しますよって、今日は何時に投稿するって、しっかりと、自分で管理をするっていうことですね。言ったら、しっかりと自己管理ができる実況者さんっていう感じだと思うんですけど、今まで僕は、撮影して、それを編集してすぐ投稿みたいな感じだったんですけど、今回からちょっとさすがにね、最近動画サボりすぎかなっていうのがあるんで、しっかりと公開予約にしてサボらないようにしていこうかなと思います。ただそうなってくると、メリットはやっぱりそういうところはあるんですけど、デメリットとしてはコメント返信がすぐにはできないんですよ。でここがね、コメント返信につながるわけなんですけど、言ったらすぐ投稿してすぐコメント返信してっていう形で僕はやってたんですけど、公開予約制にすると、例えば、9時にします。で僕飲みに行ったりとかなんか食べに行ったりとかしてました。はい、じゃあコメント返信どうなんのって、多分ねサボると思うんですよ、僕の性格上だと。はい、多分そうなるんで、僕は公開予約制にするのちょっと悩んでたんですけど、しっかりとねそこは管理したいなっていう部分あるんで、そこはちょっとご了承くださいというわけで、まずね、なんでね、コメント返信はもちろんしますよ。はい、ジャンヌさん全くしなくなるのって言ったら、そうではなくて、コメント返信はします。で、なんでね、COD 実況者、多分唯一と言っていいほどコメント返信をしてるか、長谷新さんもしてるんですけど、そうですね、長谷新さんしてますね。はい、申し訳ないです。で、おばあさんはコメント返信動画という形でしてます。でね、なんで僕が、コメント返信一文一文ちゃんと返してるかと言いますと、とある実況者さんというか、とあるね、YouTuber さんが関連するという、はい、もうサムネにある通り、加藤龍さんです。加藤龍さんの経歴を話すと、すごいね、感動するエピソードになっちゃうんですけど、僕も正直カトリさんのことめっちゃ嫌いだったんですよ。いや、むしろああいったね、人のことを批判したいだとか、それで再生回数稼ぐっていう人はあんまりね好きじゃないんですよ。やっぱり自分が見てる方は、そのもちろんね、ああこんなことあったんだ、すげえ面白いなっていうのが ある時もあるかもしれないですけど、僕がたとえそれされたらいい気は絶対しないよねっていう、実況者ちゃんのお前裏でこういうことやってるだろうとか、オフパコしただろうとかさ、そういうことをさ、動画に上げられて広められると、やっぱり自分いい気しないじゃないですか。それはもちろん広める、表現の自由っていうのはあるんだけど、そういうとこされるとやっぱり自分の立場となっては辛いものがあるなってことで、あんまり好きではなかったんですよ。で、なんでね、じゃあカトリューさんがコメント返信につながってんのって話なんですけど、これはもう名前がっつり出すんですけど、ハイグレ玉尾さんとコラボ実況で実はもうずっと前に上げてるんですよ。僕が登録者数1万人記念っていうね、1万ってすっごい数をさ乗り切って、いや、やっとすごい数までいったなって、じゃあ俺も憧れのハイグレ玉尾さんとコラボしようって、ね、コメントコラボした結果、すごいコメント欄荒れたんですよ。無名実況者とコラボすんなっていうね。はい、もうそれがねすごいすごい悲しくて、で僕のコメント欄で荒れたならいいんですよ。実況者ジャンヌ、お前コラボすんじゃねえ、死ねえよみたいな、食うのは全然いいんですよ。もう言ったら、言い方失礼ですけど、コメント削除なりブロックなりいくらでもできる、僕のところで対処できますし、僕の自己責任じゃないですか、コメントが荒れようが何しようがっていう。ただそれでね、ハイグレ玉尾さんに迷惑かかったって、すっごい、もう言ったら自分のさ好きな実況者さんで憧れっていうかさ、そういう気持ちを持ってる実況者さんがさ、コメント欄で僕の名前挙げられて、こう、なんでお前こいつコラボしたのみたいな、おい死ねよ玉尾みたいな言われてるのを見て、俺もうメンタル激動動画メンヘラになりかけたんですよ。うわやってもた、いやみたいな、おーって俺もう1万に突破したけど、これあかんわみたいな、俺もあかんわ、ほわーってなってたんですよ。でその時におぱしさんに相談すると、お前はコメント返信をしてるか、コメント欄見たりとかするから、そういう風に直にね、リスナーさんの声を聞いてそういう風になるんだよって、ちょっと楽に考えるみたいです。お前コメントしてる人なんかさ、1万再生回数1万いってて言っててさ、してる人なんか100人だよみたいなそれお前何万分の何本さ、お前 何その気にしてんのみたいな、バカじゃねえのみたいな、言われて、あ確かにそうだなって、そういう考え方にしとこうみたいな思ったんですよ。でそしたらさ、加藤龍さんがハイグレ玉尾さんのコメント欄ですごい頑張ってくれてたんですよ。そういう炎上系を狙ってる方なんで、
何そういうことをするのは全然いいんですけど、加藤流さんだけど1回コメントしたらついコメントしないじゃないですか。そこコメント欄しつこく2回か3回ぐらいしてたんですよ。珍しいなみたいな。加藤流さん売名目的で1回じゃなくて2回目もやってるからさ、これなんかあるんだなと思ってちょっとメールを飛ばしたんですよ。 YouTube でダイレクトメッセージみたいな感じでありがとうございますみたいな、すごい助かりました、僕こういうの全然体制がなくてって、すごいありがとうございますって送ったら、なんとね加藤流さんからすごいメッセージが来て、なんかもうここがねもう言わない、うん、俺と加藤流さん宝物にする、うん、でメールのやり取りがあって、もうそれもちろんスクショしてるんですけど、もうすごい感動する言葉があって、もう加藤流さんでも全部ネタでやってるんですよね、ああいうことを。はい、もちろん。で、それ聞いて、まあ聞いてというか、まあそういうことがあって、すごい感動しました。で、それであって一文なんですけど、ジャンヌさんはね、自分なりの変わらないジャンヌさんでいてくださいって、今回の件で変わるとか、なんかこうしようとかいうの考えなくても、今まで通りでお願いしますというふうに来たんですよ。うわ、俺もせっかくねコメント返信やめてさ、もうコメント欄見ないようにしようかなと思ってたら、そういう変わり目の時にさ、そういう風に言われると俺あははみたいな、わかった、俺は決めたって、俺は自分が満足いく結果になるまではコメント返信続けようっていう風に決めました。まず俺から行くわ。お、頼んだぞ。はい、人を減らしてくれることは、いいよ、いいですよ、いいですよ、入れました、よし、入った、オッケー、イエーイいやーいや、ちょっと待って、いや違う、うん、これ三角押してバツ押してみる、探してる時だけから三角押してバツ、ほらほら、えバラシュートないの、待って、バラシュートないの、あんた待って、お前ふざけんなよ